皆様こんにちは本日は外国人雇用管理専門講習説明会ということでガイダンスをですね約30分にわたり開催させていただきたいと思います私あの一般社団法人外国人就職支援センター理事を務めておりますババと申します本日はよろしくお願いいたします はいこの講座ですね今日はあのこの講座時代ではなく講座のガイダンスということでどんなことをこの講座の中でやっていくかということを概要ですねこちらを約30分にわたってお話をしたいと思いますこのちょっと今こちらですね外国人雇用管理専門講習ということでこちらですねま下に書いてある通り募集から採用就労ビザ取得育成に係る体系的な地区を解説と いうタイトルがついておりますけれども、えー、皆様方ご承知の通り、昨今あの外国人に関する話題というのはですね、えー、大変、えー、マスコミそれから、えー、いろんな方々からもですね、えー、お問い合わせもおらわれいただきますけれども、えー、多くまあ、何よりもですね、あの街中に非常に大,大変多くの外国人の方がいらっしゃるという現状、皆様よくご存知の通りだと思います。それであのー、まあ、皆様方今ご興味がある、特に企業関連の方でですね、興味がある方って言いますと、大体こういった 特定技能新しくですね外国人の方が、まあ、ビザ、まあ、在留資格というんですけれどもそういった資格の中に新しくこういう特定技能が4月1日から改正入管法ということでですねあのできたということで、まあ、この部分ちょっと知らないので知りたいとかですね例えばその中で同じ制度の中でこういう登録支援機関というものが新しくできて、うん、こういった特定技能の方々を支援するような仕組みもできています。まあ、そういういことでですね 新しい仕組みがどんどんできているので、えー、何かそれに関してですねいろいろ知りたいという、まあ、ニーズがあるということで、まあ、この講座を作ったわけなんですが、えー、ただですねしかしなぜこの制度ができたのかという背景を知りながら、えー、それが必要なあの部分だと思ってます、えー、そしてですねあの実際にはこういったことを利用する企業様の方々がですね、えー、これを利用しやすい環境を作っり差し上げるとそういうのが我々の,あの役目だと思っています。そして、えーまあ 外国人の方を雇用していくということにあたって、皆様方は非常に大きなお悩みを持っていると思います。まずわからないということですね。えー、ただし、究極の目的はやはり外国人の方々を採用して、その後その方々が戦力となりですね、やはり会社のですねあの方向性を決めていくぐらいのそういったあの人材をどう見つけていくかと。まあ、もうちょっと手前の段階で言えば採用してすぐ辞めてしまうんじゃなくて、やはり会社にそのままですね戦力として残していくと。 いいうことととをお、まあ、お考えにななるかなと思思まますすしそれが目的だと思っておりますどうしてもあの目先の採用の部分特に在留資格とかですねなんとか資格を通ればまあ会社に入れるんだという部分だけでこうちょっとこう考えていらっしゃる方も多いかもしれませんがあのそれに対してはです、ね、逆にこういった資格を使い時間も労力も使いですね場合によっては専門家も使ってまあビジョンを取得したりしてそれなりのコストをかけるわけですね。 でそれに見合ったらやはりあの人材作用をしていかないとこれはあの、えー、非常にもったいない話になりますのでですのでこの講座の目的のようなところですねあの今日お話をしていきますけれども、えー、ここに関してはですねちょっと次のパソコンを見てくださいここですねこの講座の目的趣旨なんですけれども、えー、ここにちょっと書いてあいますとちょっと小さいんですが、まあ、外国人を雇うために何をすればいいのかわからない。 で、まあ、あの人事の方であれば、普通は一般にですね、えー、日本人の方を採用することもありますので、そういった方々と比べて何が違うのかというところで、えー、基本的な手続きですとか、まあ、外国人特有の手続きあると思うんですね。でそういったものは、あの、まあ、講座の中でも当然お教えしますし、えー、一般の書店やですね、えー、それからあのこういったことに詳しい行政書士さんですとか、そういった方々はよく分かっていることだと思います。ただ さらに突っ込んででですすねねこのの部部分分下本当にまあ優秀な人材を確保して外国人の雇用にですね採用をです、ね、確実に会社の発展につなげるという、まあ、そういった本来の目的のところ、まあ、在留資格を取るとかですね手続きをするのは本当にプロセスの一過程なのでそういったところをしっかりとこの講座を見ていただくことによって学んでいただきたいと。 というのがこの講座の趣旨でございます。はい。ですので、あのそういった観点でですね。お話をします。そして、あのこの講座に関しては、いろんな方があのいろんな立場の方がご覧になるかなと思います、えー、当然、あの企業の、えー、人事担当者の方がですね。まあ、採用にあたって見るということもありますし。しまあ、経営者の方がやはり外国人採用。これから本格的に導入していきたいんだろそういった方々が見ることもあると思います。あとはそういったことを支援する、えー、例えば行政書士の方。それから、えー、社外保険労務士の方。 そういったあの会社の顧問になっているような方とかですね、そういった方々もご覧になると思います。ただあのこの講座自体はですね、やはり会社の人事の方ですとか会社目線に立ってですねお話をしていきます。と言いますのはやはりコンサル担当業務をするにあたっても会社がどんなことにこう悩んでいるのか、そしてどんなことをあの どんなことに対して要求,要求をしているのかということを知る必要がやっぱり十分にあると思います。それをすることによってコンサルティング能力も非常に高まっているでしょうし当然その手続きだけではなくてですねそれ以降のいろいろなコンサルご相談も受けることになるかなと思います。ですのでそういったことでこの講座に関しましては企業様目線でですね企業様のお悩みに応えるようなそういった講座の構成になっておりますことをちょっとご了解くださいませ。はい、それれではちょっと戻りますけれども ちょっといったのかですね。はい。えー、っとですね、えー。まあその外国人の就労者の現状というのをまずちょっと把握していただきたいなと思います。これもパソコンにちょっと映してますけども、ちょっと小さくて見づらいので、うんとですね。こちらプレゼンターの方では同じ図を映しますね。 あのまあ、外国人が増えてるということに対していろんな指標がありますのであの、まあ、当然外国人の,その観光客ですね今やはり3,000万人を超えたと言われてますけどもそういった数ですとかそれから、えー、入国者数から出国者数を引いた数、まあ、要するに日本にどれぐらいの外国人がいるのかという数とか、まあ、いろんな統計が出ていますで。ここはちょっと一例なんですけれども、はいえー、これはですね外国人の収容者の数ですね。まあ、今 17年、実は17年、18年の数が出てまして、ここが、えっとですね、数がもう146万人います。ちょっとこれ調べた時には1十7万人なので、すでに1年間で19万人、外国人の就労者、労働者が増えているという現状があります。まあ、非常に大きな伸び率ですね。あの、十年前、5年前に比べると本当にその倍増しているというような状況でして、えー、これはあの、まあ、今の段階では全就業者、要は日本のですね、あの、就業者の 数に比べれば2%ぐらいではあるんですが伸び率から言えばですねちょっと後からお話もしますけれども日本の労働者の数はどんどん減ってきていると労働人口が減っているということに対して外国人の方々はどん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 こういう10万人単位で増えているということになります。19万人ぐらいですとですねあの23区でいうと台東区が大多そのくらいの人口だと調べてみましたけれども台東区ぐらいの人口がですね毎年毎年増えているという現状がございます。はい それで、えーとまあ、労働力ということで関して言うとですね、えー、と一般的には、まあ、いわゆる人で今昨今言われている外国人がやはり日本人の労働不足を補うんだという点で言うと人手不足の解消ということでとにかく言い方はちょっと語弊がありますけど誰でもいいので日本人はどうしてもこう仕事にそういった仕事に就きたくないので外国人の方でもいいのでどなたでもいいのでやってほしいということの人手という意味での,あの、まあ、労働力それからもう一つは より高度なんですね日本人でもそういったことは基礎的なかなか難しい技術を外国人の方だからこそっていうこともありますしよりまあ高い能力を持った方それはあのどの国を関係なくしてですねやれる方要するに高度な人材ということを世界中に求めるという意味での労働力というのが外国人に対してはあると思います、はいまあ、そういったことでですねあの、まあ、これはちょっと一般的な話になりますけれども今やはり大手企業も 当然ですね2、えー、つの観点から今人手不足というところからもあのとりあえずチェーン,チェーン店ですね外食のチェーン店ですとかは、えー、それはコンビニもそうですけれども人がいないところに関しては第5条を考えていると。ただあの非常に先進的な企業ではではすね あの本当に高度な人材を求めるとということでえと例えばあの企業様の実例を出しますとあのメルカリさんというですねあのまあフリーマーケットの非常に大きな会社がこれから発展していく会社がありますここはあの新規採用でですね昨年の新規採用50名中まあエンジニアですねいわゆる理系のエンジニアの方を採用は50人中44人がもう外国人であったということですで。外国人の中でもあのインドの方がですね非常にその計算が得意だということもありますしコンピューターに関してかなり高い知識を持っていると。 というこでございますですのであのこの,、まああのメルカリの経営者の方が言うにはですねもうその日本語ができるからとかできないからはあんま関係ないと少なくとも英語ができればもうよしであればどんどん採用しようという方向性をもう経営者の方が持たれているということでございます。ですのでもはやですね英語、まあ、語,語学の壁というのがもう国際的にはなくなってきて、まあ、それよりもその能力ですとか、うん え何ががやれれるるのかとという部分が非常に重視されているともう今や日本ではあのその語学の壁、まあ、当然今 AI の発達でですね言葉自体の翻訳ですとかそれからあのそういったこう通訳みたいなものもですねどん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 あの機械化されておる現状ということもそれは判明あると思います。 でで、すので言葉が通じないだけでそこはちょっとシャットダウンしていいのかっていう部分がありますがもうそこの壁はなくなったと考えてみるべきではないでしょうかということです。あとちょっと資料的なことも一1点お見せしますがこれももうあの一般知識で、はい、外国人多いと言いましてもですね、まあ、外国人とひとくりにしてもいろんな国の方々がいらっしゃいますので、まあ、まずは中国人が多いなっていうのはもうあの数年前から言われていますがちょっと注目すべきはやっぱりベトナムの方なんですね。今ベトナムの方が割合で言うと えーまあ、5年間で9倍増えてますのでおそらく、まあ、どんどん増えてきて中国人より多くなるみたいなことも考えられるかなと、まあ、コンビニで、ね、あの働いてる方は非常に多いかなという印象を受けますけども、はいえー、そんな形でちょっと資料的にはこんなものをお見せしましたまた、ああのー、当然ですねこの外国人がこういう状況にあるということはまずは、えー、そういった外国人が日本に住んでいるということ。 当然ですよねあの19万人がどっかに住んでいるわけですから、えー、就,労就労する方だけでも。でそれから日本で生活している当たり前なことなんですがそして日本で働いているとその3つのことが当たり前のように行われていますが、えー、必ず影響があると住んでいるということは不動産業界に当然影響が出るだろうとそれからえっとそこに住んでいるごめんなさい、えー、生活しているということはですね自治体、まあ、自治体では特に外国人対策ということを多くしている自治体もあると思います。 それからあの今回の講座に直結した部分では日本で働くだろうとあの当然いてお金がなくなって困るわけですからねやっぱり働いていかなきゃいけないということになりますので日本で働くということになれば、えー、各人事担当者ですとか会社がそれなりの対応を持って臨むべきということがもう自然的に出てくる話ではあるんですね。はい、ですので、まあ、この講座の、まあまあ、ちょっと前提なんですが。 まあ外国人が増えていて、その方々が当然のように日本に入ってきて、日本で仕事をするということに対して、どうせ来るんであればですね、どうせいらっしゃるんであれば、やはり優秀な方も採用していきたいし、さらに育てていきたいということの視点に立っていただければと思います。はい、そしてえー、っと次に行きますね。<laughs> はい。今度ですね、えー、っとそれでは <laughs> ちょっと待ってくさい。はい。まあそういった現状の中。 今なぜ外国人採用にですねこの今この時期このタイミングで乗り出すべきなのかということをちょっとお話しさせてあげたいと思います。えー、とまずですねこの生産年齢人口というのがありまして、えー、これはあの一般的にはですね15歳から64歳までいわゆるまあ働ける年齢というふうに考えていいと思うんですがこれは日本のです。日本のえと生産年齢人口というのはですね、えー、20年要するに20年前から比べて13%で減ってるんですね。 具体的には20年前に8700万人いた人、えー、労働人口がですね、えー、生産年齢人口がですね、今7500万人に減ってます。でさらに2050年にはですね、ここに書いてある34%さらに減ってしまって5000万人ぐらいになってしまうんです。まあそういったことで日本人労働者がどんどん減っていくという状況が一つあります。 はいえー、まああのそういう意味での人手不足の解消という、まあ、ちょっと直結的な話ではあるんですけどもそういったものがありますそして、えー、2番目ですね欲ししい人材は世界にに出て探しに行く時代先ほどのメルカリさんの話にもありました通りまあ日本にですねそれだけ労働人口がいなくなるということはやはりその能力のある方も分母が減るということですね非常に探しづらくなるだろうということになりますので、えー、そういった人材はもう 日本の枠を超えてですねやはり積極的に出ていく企業がどんどん増えていくということになってますしもう実際にそういう企業は増えてますあとは外国人も日本に来たいと日本で働いていきたいという方々非常に増えてます観光客を見ても分かる通り日本の魅力がどん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 世界に伝わっているという状況でございますつまり、えー、と企業によっては欲しいという企業とそれからまあ来たい外国人がもうすでにいるわけですから、まあ、そのマッチングによってはですねもうすんなりそこは決まってしまうだろうと。 いうことは優秀な人材がどん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 、もう今の段階で、えー、企業に入っていくという可能性があります。ですので、この3番目のところに書きましたが、今あの今までの企業採用の実績の中でですね。あの企業の人材まあ、人材みたいなものはまあ、待って、とりあえず求人誌を出してですね。こちらからアピールアプローチするってことはあんまりなかったと思います。ですので、こういった人材をただ待っているだけの企業は、それはもう一定数いると思います。まあ、ほとんどかもしれません。に対して、後半の積極的にですね。世界に向けた発信をしている企業。 との差ですね。この差は当然おのずから出てくるだろうということになります。これは時間が経て、そう,そうなると思います。そして4番目にですね、外国人が活躍できる仕事ということで、いわゆる人手不足の先ほどちょっと申しました特定技能の部分ではですね、いわゆる日本が人手不足と言われている外食産業ですとか、介護,介護ですとか、農業ですとか、そういった部分以外のところで、 当然実際にも活躍している人がいっぱいいるんですがいわゆるエンジニアですねこういったものは共通、まあ、言語ではないですけど同じまああの要はあのシステムを使ったりしてますのでエンジニアの部分それからまあ当然海外に対してですね市場を広めていきたい海外営業をしていきたいという会社にとっては非常にこの外国人が活躍できる場であろうとそれから翻訳ですね通訳。 でこれはあの先ほどの話とちょっと矛盾するんですけどもやはりお客様があのその現地の方がいるということはですねやはり微妙なニュアンスですとか、えー、特に契約書を交わしたりする場合にはですね非常にこう神経を使うわけですです。のでそういった召集慣みたいなものもあのやはり外国人を通して、えー、やるべきかなということで、えー、翻訳通訳本当に専門の方はここに入ることになっています。あとはそういった、まあ、いろんな企業に対してのコンサルをするにも当然外国人の方がそこに入っているべきですし貿易ですとか、まあ、海外市場調査 いや当然こうは全て外国人の方が携わった方がいい仕事でもあります、まあ、まだまだ限数限りないんですね、まあ、そういったことで、えーまあ、活躍できれば本当にもうた,たくさんあるということでございますあと一番最後に書きましたこのインバウンド事業ですねこれはもう直感的に皆様が一番わかる部分ですどこ行っても今海外の,あの方が、えー、観光地のみならずですね、えー、非常に多くなってきてると。 で本地外国人は、えー、こちらで見るとおりですもう3000万人を超えてます。えー、10年前にはですねやはり679万人ということですからまあ,あの見る方が珍しかったかもしれませんが今やもう本当にもう電車の中でもですね必ずいらっしゃるということで、えー、増えてる事業ですね。でですのでここに関しては、えー、当然、 えまず宿泊施設ですとか外食産業ですとかですね家電、まあ、皆様お買い物されますので家電ですとか、まあ、そういったところにも必ず影響するところですし、まあ、対お客様ということであれば当然外国人のお話をできる方仕事とは違って海外から来る方ですから、まあ、言葉日本語は全くわわからないって方が多い多けですね、まあ、そういった方々に対して方々とも日本語が分かってその母国語が分かるっていうことは非常に販売に有利になってくるだろうというふうに思います。 まあ、そういったことでですね、あのーまあ、今、あのーいや、これだけ外国人、外国人って言われてますけど具体的にちょっと落とし込んでみるとこれだけ今、乗り出すべきということが、まあ、あの見受けられるかなと思います。そういったことで、えー、と今お話しした、えー、やはりもうこの講座を、ね、受けようと思っている方はすでに何かしら外国人に対してのアプローチを考えていらっしゃると思いますが、まあ、一般的にもこういったことが今、考えられているということになります。はい 次はですね、えー、ではじゃあ,まあ外国人採用ちょっと考えてなんとかあのやっていきたいんだというふうな方々向けのお話になるかなと思うんですが今度ちょっとメリットのところですねちょっとメリットについて考えてみたいなと思います。 はいえーとまあ、外国人を雇う時にいろいろ悩みはあるんですけれどもただこのメリットを考えていただくことでその悩みを上回るようなメリットであればですねそれは採用の方向に向けていいんではないかということで優秀な外国人を確保することで生産性が高まるということで当然これはですねあの、まあ、外国人の方々の、まあ、能力の部分ですよね。 まあ皆さんどちらかというと日本で終身ああ雇用ということを考えているわけではないのでいわゆる起業家精神、まあ、自分が経営者になったらどう考えるのかという視点で皆さん立っていることがあの外国人の方は多いと思います。ですのでやはりそこはあの経営者の方々は非常にこの、えー、まあ共感できる部分がたくさんあると思いますしおそらくそういう方々の報道っていうのはですね単なるこう、えー、作業ではなくですね いわゆるこう戦略的な考え方みたいなものを会社にどんどん取り入れていくだろうということになりますし、まあ、システムですとかそういったことにも非常に強い方に関してはもうう会社の業務を改革していいくよななな立場の方になるかなと思いますあとですね、えー、そういう方々の特徴として非常にですねあの、まあ、貪欲というか、えー、自分の職種を超えてですね、まあ、何でも吸収しようとするマインドがあることがちょっと一般的です。 ですので営業職であっても経理の仕事ですとかマーケティングの仕事ですとかもうそういったこともやはり日本に来たからにはですねもうどん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 吸収したいという意欲の方が多いのでまあそうなるとおのずとですね会社の組織もどんどん変わっていくだろうということになります。ということで今度2番目なんですけどもえ外国人社員に仕事を受けて日本人社員のモチベーションが上がると。 まあそういった優秀な外国人の方がですねどん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 こうバリバリ仕事をしていくとやはり当然周りもですねあの、まあ、言葉はまあ片言かもしれませんからやってることはやはりかなりあの優秀な方々がやってることなのでそれは有影響があると思います。 ただこの辺はちょっとバランスが必要だってですね、ちょっと孤立しちゃう可能性もあるので、まあ、そこはちょっと今後の,あのこの講座の中でも話していきますけどもえそういう方々が、まあ、単にあの自分の能力を発揮するだけじゃなくてですねいろいろとこうコミュニケーションするっていう技術も必要になってくるかと思いますただやはりあのいい意味で仕事に対してはですねモチベーションが上がるのは間違いありませんし外交士の方々に負け,負けるっていうわけにもいかないんで,すけどで,で例えば営業職であればですねそれはもう数字に如実に表れるとかと。 ですのでこういったところ、それから三番目ですね、外国人の持っている方々のネットワークっていうのはですね非常に強いものがあります。我々の海外に行ったときは例えば日本人の方々に対してまあそういったコミュニティを求めるのと同じようにですね、人材ネットワークがまあ販路につながることもこれはあの実際にあることです。ですのであのあとは会社の評判ですね非常にいい待遇してもらった場合にはこの会社ですごくいいことをしてくれてるんだよとかっていうことがやはり仲間にも伝わるということになります。 まあ逆のの効果もも、あるでで気をつけけていいたただきたいんですけれどもそれから4番目相手のの集会の理解度が仕事をスムースにする。これ先ほど通訳のところでも話をしましたけれどもやはり細かいニュアンスのところですねそれから宗教だとか文化だとかちょっとこう日本人にはなかなか理解し難い文っていうところをうまくそこの中間に立ってもらえるということでやはり外国人を採用するメリットっていうのはあの、まあ、これだっていうわけじゃなくて総合的なものでいろいろ出てくると思いますけれども一応ちょっと4つ挙げてみるとこんなところになります。はい。 その次はですね逆に考えてとは言ってもですねデメリットという部分もやはり考える必要まあ実際にじゃあ採用しようメリットを考えて採用しようとする前にちょっとデメリットを考えてみたいなと思いますがこのデメリットの部分はですねまああのー、一つにはやはり手続き今までこう考えながらこの講座を見るってこともそうかもしれませんがこういったことを今まで考えても見なかったのにちょっと時間を割いてですね場合によってはお金を使って、えー、いろいろとこう調べる必要があると。 でそのリスクを考えたりとかっていうまあいわゆるコストですね時間的なコストもありますまあ、こういったことがあるということですですのでまあ、そういったデメリットと言えるべきか分かりませんがまあ、考えたことないことをちょっと考えなきゃならないそれから2番目が非常にちょっと重要なのかなと思いますが、えー、不法就労の不安ですね えこれあのテレビマスコミ等でもよくお話があると思いますが、まあ、不法就労というのはですね外国人がまあ日本の法律に違反して仕事をしている状態ということになりますので、えー、仕事をしている、えー、例えばまあ今までは不法じゃないんだけどもその期限が切れてしまったりとかですね、まあ、いろんな意味であの就労ビザのところに関しての知識だとかそれからあのまあ技術というんですかねあのいろんな、えー 管理も必要になってきますし、そういったことがまあデメリットというかですね、一つあの日本人にはないところになってきます。それから外国人の採用の流れをまあ採用する前にですね、ちょっと確認していただきたいということで、ちょっと小さいのでですね、ちょっとね、えらい、うん。はい、一回こ同じものですけど見ていただきます。はい。 あの、これがですね、あの、外国人のって書いてありますけれども、えー、基本的には、あの、日本人でも採用に関しては、まあ、その、えー、求人のところから入社、入社ですね。ここまでは同じですね。で、ちょっとこの黄色く変えた部分が、まあ、外国人の方特有の部分です。ですので、えー、見ていただきたいのはこういうところなんですが、つまりこういうところですね。ここに関しては、 えーまあ、先ほどのコストというかデメリットのところですけれども、えー、ただし、えー、やはり単純に全部が均等でなく特に重いですよねあの審査を受けて許可、まあ、日程もそうですけどすぐ許可を得られるわけじゃないですし、まあ、いろんな要件によって不許可になってしまう場合もあったりしますですのでこうやり取りもありますねですのでこういうところがちょっと違いますただこれはの全体的に言えることなんですけれどもすみませんえー、っと戻します、あのーこういった 技術的なところにとらわれて、えー、まあ、実は就労ビザとかはですね。まあ、当然専門家ってたくさんいます。特に行政書士さんでこういった入管をやっている方々がいます。それほど高額ではなく、あのまあ、普通のまあ、非常にこう。 際どい方ね例えばあのいろんなあの不正をこう働いてしまった方を就労させてなかなか難しいですけれども一般に普通に大学を出てて、えー、ホワイトカラー的な仕事をするっていうことであればそういった、まあ、行政書士に頼めばですねそれからいろんな書店でもあの本がありますし、えー、場合によっては入管にいろいろ聞きながらやればなんとかできる問題です。そそそれよりも、えー、採採用用ですね、まあ、本当にこのの計画をを立てててちゃんとその方を入社させそして、あのー まあ教育をしていってえっていう部分に関しては、それはあの誰ができるというのも会社の方がやるしかない部分ではあります。ですので今回のこの講座では、そういったまあビザだけのこう技術じゃなくてですね、その前後の部分をあの中心にお話をして、その過程にまあビザがあるんだということでお話をしたいなということがまあ前提になりますね。はい。はい。それではですね、またちょっと続きいきますね。ちょっとパソコンに戻ります。 ではあの残りちょっとですねこういったことを前提を踏まえてこの講座、えー、外国人の雇用管理のです、ね、講座に関してどういうことをやっていくのかっていうお話をしたいなと思います、えー、と今まではちょっとこうガイダンスですので、えー、実際の講座ではですね、えー、こういったことをやっていきます1番外国人採用で失敗しないための戦略的採用計画の立て方でこれはあのー、全体的なお話でこれからお話しするなの、まあ、一番最初に位置する部分です。 えー、どういう人採用していきたいのか何人ぐらい採用していきたいのかどのくらいまで、えー、働いてほしいのか、まあ、そういったことも含めて、まあ、しっかりとあのこれは日本人であっても考えるんでしょうけれどもあの外国人であっても同じように逆に言うと同様に考えていただきたいということでございます。 あとはこれから海外に向けてですねそういったことを発信していくわけですのでこの2番目のところですが、まあ、優秀な外国人に出会うための外国人求人方法ということで、まあ、外国の方々がいろんな国の方々は、まあ、それぞれやはりあの見るあの媒体が違ったりですね特徴があります。 まあそういったことも講座の中では、まあ、中国の方だったらこういったものが非常に反応がいいですとかベトナムの方だったらこういうことに反応するということで一番のところは非常に関連してますよね。まあ、どの国の方々を採用したいのかじゃあどういう求人方法があるのかっていうことに関連していると思いますのでそういった方法もいくつかあのご紹介していきます。そして3番目優秀な外国人を見抜くための書類選考、まあ、求人をしたらですねその後応募が来るかなと思いますがそこでとりあえず利益書なりですね書類がまあ送られてくると。 まあ、その中で、えー、まあ、余計な、まあ、時間もかけたくないので、書類の中、書類を見る中でですね。ある程度の選考ができるということがあります。まあ、そういった、あの、部分スキルに関してもお教えしてきます。それから、優秀な外国人のイエスと言ってもらうための面接。まあ、書類選考まで来ましたと。で、面接しても非常にいい方だと。ただ、その方はいろんな企業にも応募しているわけですので。なんとか、まあ、この自社に入ってもらうというためには、どういう方法を取ったらいいのかと。いうことを、ちょっとお話ししたいなと。 そそれからその次ですね、外国人社員がう上、まあ、この方が決まったということで、まあ、いろんな準備をしなきゃならないということですね当然日本の企業で働くわけですから労働基準法に従って働いていただくということそれから特に大事なのは社会保険これはあの外国人の方はですね、まず知らないこういった制度があることが知らないわけですからまずそういったことを知らしめるあの教えする必要がありますし あとはあのそういう方々が、まあ、こういった制度に入った方がですねゆくゆく例えば永住をするにしてもですね、非常にメリットになるということをちょあのしっかり自主的に、まあえー、入っていただくようなそういったご説明の仕方が必要だったりもします。ですからそういったご説明それから就業規則もですね、えー、非常にこれからあの今当然会社にはあると思いますが外国人向けの例えば休日ですとか そういったところもやはり外国人の方独特の,、えーまあ、あの当然日本とね歳月が違ったりもしますし宗教上の問題もあったともあると思いますそういったところもバランスよくあの外国人寄りではなくですね日本人の方もあの一緒にこうバランスよく取れるような就業規則の作り方というものもございますのでそういったことのお話もさせていただきます。それれからあの、まあ、こががメインととして知りたいい方多いと思うんですが就労ビザ せっかくここまで用意してもですね就労ビザで失敗してしまうことも多々あると思いますのでこういったことで失敗しないためにい、まあ、いろんな事例も交えてて講座の中でお話をしていきますそして最後のところになりますが、まあ、あのそこまでして採用した方をですねどうやって教育していくのかこれはあのかなり国別の対応が必要になってくると考えています。国によってかなり習慣が違う部分がありますのでそういったお話をさせていただくと思います。はい で例えばですね、これちょっと、まあ、例なんですけども今講座の中の、えー、就労ビザのところではよくある不許可理由みたいなことをいくつか挙げてですね、えー、こういった場合はちょっと不許可になる可能性ありますとかそれからあの対応もですねいわゆる補正対応っていうんですけども、まあ、こう直してくださいねみたいなことをやり取りすればまだいいんですけどもいきなりもう不許可ですドンってきちゃうとですねちょっともうこれはあのもうなかなかこの許可を覆すと難しくなってきますのでですのでこういった実際の事例をですね講座の中でお話しして、えー 行きたいなと思いますはい、はい、じゃあ一旦戻しますねあそういったことで大体ですねあのまあ、趣旨は本当に優秀な外国人を採用するためにということで、えー、個々いろんなまあ技術がありますし知識もありますそういったことを教えするんですが目的は本当に優秀な外国人を採用するためにどうしていくのかということにもうちょっと尽きると思いますですのでこの講座もう一度ご説明しますけれども 外国人雇用専門講習ということで今ですね、えー、とすいません日程的には24日ってもうあのご覧になってる方も終わってしまってるかもしれませんが今度5月にままた講座がありますで今後はですね通信講座で発信していくつもりですけれどもただあの講座の中ではですねなるべくこうワンウェイにならずにあのいろんなやり取りをしながら皆様の企業の方のですねちょっとお悩みを聞きながらじゃあここはこうしたいんじゃないですかっていうようなアドバイスをしながらですね 進めるような講座になってますので、えー、ぜひ皆様方ですねあのご利用いただけたらなと思います。はい、え以上でですね、まあ、約30分経ちましたので、はいえー、本日、えー、この外国人、えー、雇用管理専門講習の、えー、説明ガイダンスを終わらせていただきたいと思います。皆様ごご聴ありがとうございました